モンロー軍はアメリカ合衆国インディアナ州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13万7974人であり、2000年の12万563人から14.4%増加した。軍庁所在地はブルーミントン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1910年の国勢調査では、 アメリカ合衆国の人口重心が軍内にあった。モンロー軍はブルーミントン大都市圏に属している。モンロー軍は1818 18年にオレンジ軍から分離して設立された。軍名は軍が組織化された時に第5代アメリカ合衆国大統領を務めていたジェームズ・モンローにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は411.32平方マイルであり、この内陸地394.51平方マイル、水域は16.81平方マイルで、水域率は4.09%である。グリフィコ、グリフィダムから見るモンロー軍の領域は、ホワイト側の東支流と西支流の流域の間に分けられている。軍南部は主にソルトクリークと、 そのクリアクリークなど支流を介して東支流に排水され、北部は西支流に排水されている。軍内のクリークをせき止めていくつかの人工庫が作られてきた。その最大のものが、軍南東部のソルトクリークをせき止めたモンロー庫であり、レクリエーション用途と市内に飲料水を供給する二つの用途に使われている。 1960年代後半まで水の主要な供給源は1953年に軍北東部に建設された小さなリーモン湖だった。現在は非常用水となっており、主にレクリエーション用途に使われている。大きさで3番目の湖がグリフィ湖であり、軍の北側斜面にある。1924年にグリフィクリークをせき止めて建設され、1954年まで ブルーミントン氏の主要水源だった。現在は主にレクリエーション用途に使われているが、緊急用途にも使われるよう調整されている。クリアクリーク流域にあるさらに小さなアイマー湖は、もともと水の供給のために建設されたが、現在は、純粋に釣りなど、レクリエーション用途のみである。軍内にあった多くの元石灰岩石切り場は、現在自然の水がたたえられ、 1979年の映画ヤングゼネレーションで使われた。主要高規格道路、門道軍は、軍内にアメリカ国道も、週刊高速道路もないものとして、国内では人口が多い方の軍である。しかし、2014年に週刊高速道路が延伸されて、軍内に入ってくるので、この特徴が消えることになる。鉄道型がなくなった。 レナードスプリングスチョス市、今はビーバーが占領しているス近年、郡庁所在地である、ブルーミントン市の平均気温は1月の下市19度から7月の下市86度まで変化している。過去最低気温は1985年1月に記録された下市21度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された下市110度である。 月間降水量は1月の2.66インチから5月の5.12インチまで変化している。軍政府は憲法による生態であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって、特別の権力を認められている。モンロー軍保安幹部、監獄、軍庁舎軍政委員会は、軍政府の立法府であり、軍の採出や採入を管理している。委員は、軍内の選挙区から選出され、 任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで所得税や資産税、消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、所得税と資産税は州の承認を要する。行政委員会は、軍政府の行政府である。委員は、軍全体を選挙区に選出され。 任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、通常は最も経験のある者が議長になり、軍の主張となる。行政委員会は方針を設定し、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍は9つの部門がある統一巡回裁判所を維持しており、裁判所の委員は民事事件を扱う。判事は6年間任期で選出され、 インディアナ州法廷弁護士協会の会員でなければならない。判事を補助するのがコンスタブルと呼ばれる法執行官であり、やはり4年間任期で選出される。特定の事件における判決に対しては、州レベルの控訴裁判所や最高裁判所に控訴できる。上記以外に保安官、検視官、監査官、財務官、 党機関、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求められ、また、軍の住人でなければならない。モンロー軍は、アメリカ合衆国会議員インディアナ州第4及び第9選挙区に属し、2012年時点では共に、 共和党議員を選出している。インディアナ衆議会上院では、第37、第40及び第44選挙区に属しており、会員では、第46、第60及び第61選挙区に属している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。モンロー軍は、下記11の軍区に分割されている。ありがとうございます。